クラレンス・マクラスキー、クラレンス・ウェード・マクラスキー・ジュニア、クラレンス・ウェード・マクラスキー・ジュニア、1902年6月1日から1976年6月27日は、アメリカ海軍の軍人。最終階級は少々、ミッドウェイ海戦における日本海軍の航空母艦軍を直接目の前にしての判断は、 日本軍のミッドウェイ作戦を失敗せしめ、太平洋戦争の奇数にも大きな影響を与えた。マクラスキーは1902年6月1日、ニューヨーク州のバッファローで生まれた。1926年に海軍士官学校を卒業後、1929年にアビエーターの資格を取得し、その後の約10年間は海軍士官学校の教官をしていた。 そして、航空母艦、エンタープライズの艦上戦闘機体、VF-6、海4海ワイルドキャットで編成の指揮官になった。マクラスキーの所属するエンタープライズは、第二次世界大戦の勃発後も大西洋に派遣されなかったため、太平洋艦隊の所属として、ハワイを拠点に活動していた。百四十一年十二月八日の時点で、真珠湾を離れていて、 真珠湾攻撃を逃れたエンタープライズは、一旦真珠湾に寄港した後、そのまま太平洋戦争の開戦に伴う作戦行動に入った。この頃、エンタープライズは、優勢な日本軍の進撃を妨害するための襲撃活動等を行っており、マクラスキーもこれに従事した。1942年4月、少佐に昇進したマクラスキーは、 エンタープライズ搭載の艦載機が所属する第6航空軍司令に着任し、蒸気を艦上戦闘機の F4 回、ワイルドキャットから艦上爆撃機の SBD ドーントレスに乗り換えた。1942年6月のミッドウェイ海戦では、発見の報告を受けた日本海軍の航空母艦に攻撃を行うべく、エンタープライズの全艦載機を統率する立場であるにもかかわらず、 33機の SBD ドーントレスで構成される部隊、エンタープライズを母艦とする VB-6 及び VS-6 を直接引いて出撃するが、艦を上げての全力攻撃で攻撃隊の前機が一斉に発進できず、発進して上空にて、部隊ごとに集合次第、目標に無効形を取ったことから、艦上戦闘機体や艦上攻撃機体とは全く別の方向へ、 行ってしまう。艦上戦闘機体と合流できなかった、マクラスキーの率いる、エンタープライズ艦爆隊は、艦上戦闘機体の護衛なしで進撃する中で一機が、不時着水、その後の燃料切れとの戦いの中で、予想海域を索敵中に、さらに一機の不時着水と一機の行方不明を出す中で、日本海軍の駆逐艦、嵐を発見、この駆逐艦が、 自軍の空母機動部隊と合流しようとしているものと判断し、その進路上を索敵した結果、海戦に参加していた日本海軍の4隻の航空母艦の内赤木か,かが、操縦を先に到着した艦上攻撃機体が、低空から来撃している最中に発見した。日本海軍の直沿戦闘機体や対空砲火が、低空から押し寄せる TBD デバステーターへの 対応で航空の警戒が手薄になっていることを察したマクラスキーは攻撃開始を命令し自らの部隊を加賀に集中させ攻撃にあたってはマクラスキー自身がエンタープライズ艦爆隊の先陣を切り25機の SBD ドーントレスを率いて加賀へ急降下爆撃を完工したこの攻撃で部下のウィルマー・ガラハ隊員の率いる隊が投下した爆弾により カガの環境付近に置いてあった燃料車が爆発し、岡田自作艦長以下の幹部が戦死している。また、マクラスキーの部下のリチャード・ベスト隊員の率いる一隊が連携に失敗して4機で赤城を攻撃、攻撃後に両艦とも沈没に至ったため、マクラスキーは第二次世界大戦の海戦では珍しい。自らが直接率いる兵力による一回の攻撃で、 敵航空母艦を二隻同時に沈没させる戦果を上げることになった。総流については、ヨークタウンから出撃し、マクラスキーの率いるエンタープライズ艦爆隊と、ほぼ同時に戦場に到着したマクスウェル・レスリー・少佐の率いるヨークタウンの艦爆隊が、エンタープライ艦爆隊に続く形で攻撃している。急降下爆撃の突入時は、 敵の資格をつく形になったために損害を出さなかったものの一連の攻撃を終えて離脱する際における環状戦闘機体の護衛なしでの攻撃に対する日本海軍の反撃には熾烈なのがありマクラスキーの率いる SBD ドーントレスは上空直沿に出ていた日本海軍の冷戦の追撃を受け攻撃に参加した30機のうち14機が撃墜され マクラスキー自身も左腕を負傷したものの、マクラスキーはエンタープライズへ帰り着くことができた。なお、マクラスキーは、負傷した後もエンタープライズの感情において、指揮を取り続け、この後に出撃させたウィルマー・ガラハー隊員率いるエンタープライズ艦爆隊及び、ヨークタウンの大破に行ってエンタープライズに対比していた、デーブ・シャムウェー隊員率いるヨークタウン艦爆隊が、 飛竜も撃沈したため、この戦いに出撃してきた日本海軍の航空母艦4隻のうち3隻を自らの指揮によって沈没に折り合った功績により海軍十字章を授与されている。ミッドウェイ海戦の後、マクラスキーは中佐に昇進し、護衛空母コレヒドールの艦長になった。第二次世界大戦終結後は大佐に昇進し、朝鮮戦争では、 第7艦隊の主席参謀を務め、1952年から1953年にかけては、イリノイ州の海軍航空隊基地で勤務し、そして1954年に巡将に昇進した後は、1956年7月の退役まで予備艦隊で勤務した。退役時にミッドウェイ海戦での功績により、1階級の特進を受けて少々になった。なお、 ミッドウェー海戦での功績に報いて1981年12月に収益したオリバー・ハザード・ペリー級ミサイルフリーゲートの32番艦にマクラスキーの名前が付けられた。マクラスキーにとって一石の空母に搭載される全艦載機を統率する立場であるにもかかわらず、配下の艦載機部隊の一部を直接指揮して出撃したミッドウェー海戦における 日本海軍機動部隊主力撃滅は、アメリカ海軍軍人としてだけではなく、人生最大のハイライトであり、アメリカ海軍の伝統ある官名である、アセスエンタープライズの名をさらに巧妙なものとした。その功績の偉大さは、ミッドウェー海戦後に海軍十字章を授与され、アメリカ海軍を退役する際に一階級の特進の措置が取られたほか、 その後もアメリカ海軍艦艇の名となったことでも明らかである。また、マクラスキーは、史実のミッドウェイ海戦において、マクラスキーが海戦の勝敗を決する攻撃命令を自身の指揮する SBD の部隊へ直接出して、日本海軍の航空母艦を一回の攻撃で二隻を沈没に追い合って生還し、負傷したことで自らは参加しなかったものの、二回目の 攻撃でさらに一隻の航空母艦を沈没させるという類いまれな強運と部運に恵まれたためミッドウェイ海戦を扱った架空戦機では人間離れした強運と部運を持って戦いの鍵を握る空母エンタープライズの航空軍司令としてほぼ必ず登場する人物である。なお、アメリカ海軍は毎年夏にアメリカ本土のファロン海軍航空基地やオシアナ 海軍航空基地で射爆撃協議会を実施しているが、その協議会において、対地攻撃部門で優秀な成績を収めた、飛行隊にられる賞が、マクラスキー賞賞賞、リアードミラル、クラーレンスウェードマクラスキーアワードと表記されるで、マクラスキー賞賞賞を受賞した、飛行隊の空母航空団指令専用機や、飛行隊長機の機種模試は垂直尾翼には受賞を示す。 マクラスキーのロゴが次の競技会まで記入される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。